今回は、ガーラと森鶴のやりとりを見て衝撃的なマミに気づいた、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。出てくるたびに名場面しか生まない男。戦闘大体面白いよね。ちょびひげにいいコンビだって言われるところ好き。その代わり出番は少ない。他里奈の考えると十分出番ある方だと思うけどな、ガーラより出番多いのってほぼメインキャラだし。つい、石田明が演じたキャラだと忘れる。ガーラお前以上の絶対防御だ。いいよね成長した二部サスケも絶対防御と言ったら砂漠のガーラって意識があるところ。あんま喋らないけど、いざ口開いたら大体面白いのも強い。ガーラの若造演説好き。砂で悪臭流すところ好き。守る鶴抜かれて弱体化どころか強くなってるんだもんな。お父さん聞いてます？就任試験あたりを見返すとびっくりする。夢の世界が幼少期という。ちゃんと睡眠取るって大事なんだね。守る鶴入れなかったら砂操作の忍び術使えないから今の術全部使えないぞ。仙台だってジトンとか使えんだし砂操れんのは生まれつきじゃないの？封印術は森鶴由来っぽいけど。そんな設定だったっけ？砂を操るチリトンは父親由来の自前、一応はガーラと同じようにチリトン使えて、それプラスで封印術だな。一応も同じ砂のチリトン使えるのがややこしいよな。ガーラとオロチマルのせいでそのあたりのナルトめちゃくちゃ怖かった記憶がある。ずさんなストレスチェックの犠牲者。無感情系サイコキャラの走りかと思いきや無表情なだけで、むしろ結構感情は出してくるやつ。完全防御は母の愛じゃなかった？意外と天然だよねガーラ様。忍び界対戦前半のナルトがオビトとぶつかる前だと実質主人公してた気がする。金の卵だもんな。忍び連合軍を鼓舞し、敵のいわゆる四天王枠を2体も撃破し、味方組織の最強枠と共闘し、ラスボス候補に挑む。めっちゃ活躍してる。チリトンではなくジトンな親父のジトン受け継いでるのも正しいけど、砂の操作は陣の書の一問一答で、森鶴の力が体に染みついたものって言われてたはずだ。変換ミスってた。散りかける矢印じまる。全米が泣いた石橋をぶった。匿名シーン。暴走したら困るし、メンタルテストするか。矢印耐えたな。じゃあストレスレベル上げて。ストレステスト年入りすぎるってばよ。ところで原作のヤシャマルってほっぺのラインがふっくらしてなくて男だね。ガーラ主人公の小説でも折に触れて現れるヤシャマルよ。技もセリフもキャラデザも名前も構成要素の全てがかっこいいのはこいつくらいでは。社の書でガーラの砂の操作は森鶴入れてたことで体に染みついたものって言われてる。絶対防御は母の愛由来だけど、ガーラを陣中力にする際に妊娠中のガーラ母に森鶴取り付かせて、胎児の頃からお獣の力になじませるって方法取ってて、ガーラ母は前任の陣中力。江戸天聖デイダラにリベンジして欲しかったな。所詮は粘土不足&生け捕り目的と里防衛でお互い本気出せなかったし。奪い。前任の陣中力は奮服なんじゃなかったか。耐久テストは止めるのだ。カユーラが前任の陣中力なんて設定ないよね。データブックだと忍び者登録番号もなくて忍び者じゃないみたいだし。水月の質問と回答がクレイジーでそっちに目が行くわ。お獣の器イコール陣中力で、本編でガーラも森鶴に取り憑かれてるって言われてて、作中で身をものかユーラに取り憑かせたって言われてるから、言葉通り受け取るなら陣中力だよ。それならガーラを陣中力にしなくてもよかったのでは？安定した陣中力作るため、胎児の頃からお獣チャクラにさらす計画立てて、そのために適してるわけではない身をもの女性に一旦ぶち込んだってことなんかね。陣中力作るための準備段階のための陣中力カリーでええんかな。確認したら、取り付かせた、じゃなく、取り込ませた、だったよ。接触感知と視覚感知で感知術を2つも持ってるの、すごい強さではかなわなくても、ガーラが後手に回った記憶がない。以前あったタカガチバトル予想すれでも、この QA 出てしばらく場がそれに支配されてたな。水月丸々飲むのは無理そうだけど、一部だけでも下から出てくるのか。適合してない母体に入れて母子ともに死んでしまったら本末転倒だし、やらんと思う胎児状態のガーラに森鶴入れたのをカユーラに取り込ませたって表現してるだけじゃない。カユーラが陣中力ならガーラに森鶴を移した段階で死亡確定してるので、死にかけてから急に焦り出した周りの反応と食い違うし。美獣抜かれたら死ぬって知ってるの一部の忍びだけじゃなかったっけ。さすがに風影は知ってるでしょ。あ、生まれた後のナルトにキュービー入れるのはわかるが、胎児にはどうやって封じるんだろ。真面目な話してる時に何通変換。接触感知って水影特攻の性能してるよね。砂がハマグリの形で固まるシーン好き。
攻撃防御感知を全部広範囲で使えるのがガーラの強みよな。砂操ってるだけなのにめちゃくちゃ高え。砂さえあれば何でもできるって本人も言ってる通りだもんな。ガーラ父って三代目風影行方不明で急遽風影になったから、ガーラ誕生時ってまともに引き継ぎされてない可能性はあるぞ。ガーラ6歳ぐらいの時にもお前はガーラ殺してさっさと砂金で金稼げって上役たちに圧かけられてて立場弱いし、就任試験の時点でめちゃくちゃ達観して12歳の言葉とは思えない言葉喋ってたし、もともと風影の素質はあったのかな。まあお獣関連で色々破壊されたから狂気的にはなったけど、ストレステストからの睡眠不足だし逆に酔った持ってた方だなと今見ると思う。 AB 兄弟は火影内定してる時期の港と初戦闘、 A はその後何度も港と戦闘してる。3代目雷影戦死直後に B は里から出ることを禁止される。3代目雷影はガーラ父を、貴様は確かと一人の忍びとしては知ってるけど風影として把握してるかは曖昧な反応。千代葉曰く三代目風影が行方不明になったのはナルトが15歳の10年以上前、ガーラが生まれた頃はまだ4代目風影になってない可能性高いんじゃね。当時風影じゃなくとも妻が人中力だったらさすがに説明されるでしょうか。ユーラ人中力説に固執してるみたいだけど、仮にそうだったら作中ではっきり明言されると思うよ。地味に名シーンだと思うところ、壮絶な過去とそこから立ち直った経験があるから何気ない一言にも重みを感じる。君マロ戦ってさらに強くなった。ガーラが大技を次々に出してくるしインパクトあっていいよね。最後の結論も通りいいし、取り込ませたが名言じゃなかったら1から10まで全部説明してないことは全部事実じゃないってことになるんだが、軍の中でカリューラが人中力なのは分かったから周りに押し付けんでもろて。ガーラが言うと重みが違うセリフだよな。急に焦り出したって兄おり？原作だと医者は淡々と心拍数下がってますってこっそり報告して、ラスナが、なんとかしろ早く。って言ってるだけだし1秒でも長く生かそうとしてるだけにも見える。試験で戦ったリーを助けるのも激圧展開でいい怪我させたところ気にしてて不器用に気遣っているのが微笑ましいね。まだお獣入ってて睡眠不足続いてるのに中忍試験以降は精神安定してるから親父の存在がめちゃくちゃストレスだったんだろうなって。ナルトセラピー受けた後の2年間はまだ人中力だったので寝不足の状態で風影やってた男だ。面構えが違う。6回も暗殺しようとしてくる父親だもんな。五影階段では己を捨てた発言もかっこいいけど、サスケと対峙するところも印象深い。最初に読んだ時はガーラの涙に驚いた。6年間で合計6回だから年1で殺しに来てたのかな。誕生日の度に奇襲かけられてそう。人材不足だったり政治的な思惑があったにせよ、あの若さで里長になれたのは素質があったと言っていいのでは。結果的25年以上慕われながら影やれてるわけだしね。誕生日を祝ってくれてる公式ボルトでもナルトやイチオとかと仲良しでいいよね。アニボルの森鶴運ぶやつよかった。日々決まってたら暗殺の効果薄れるし、さすがにやってないと思いたい。ボルト時代だと影の人気一番長いんだね。主砂を運ばないとダメだけど、地中の鉱物砕いて砂増やすの長期戦になるほど強い感じがして、敷地のりのある砂漠で戦いたくはない。毒親の俺のやってきたこと全部失敗だったわ。で許すよ。下ガーラは器広いどころじゃない。ナルトでさえ港ぶん殴ってたから100回くらいはぶん殴る資格あると思うよ。100回で済みます？もう恨んでないって言っては済ませたのに、その後傷ほじくり返されて、さすがのガーラもすごい顔してたな。あんな顔にもなるな。コラみたいだけどコラじゃないんだなって。ガーラって一部と二部の間でめちゃくちゃ成長したよね。いきなり風影になってるのはびっくりした。でもめっちゃ納得できた。二部のガーラのキャラデザめっちゃ好き。今はその73か。精神的に作中で最も成長したキャラだと思う。サスケ奪還編あたりですでにめちゃくちゃ奪還しててビビる。いずれ風影になるだろうとは思ってたけど、10代半ばでなるのはさすがに早すぎて驚いたね。ガーラの風影判明した時はめっちゃテンション上がったな。しかも新暁メンバーとのバトルだったし、何より精神的な成長がすごくて感動したな。ナルト以外みんな中忍、ネジとテマリとカンクロウは上忍、ガーラはとナルトが一縷の望みをかける矢印、ガーラは風影。この流れが衝撃的だった。強さもだけど精神面の成長にグッときたな。ガーラバーサスデイダラ地味に好き里を守りつつ戦ってるのが格好いいんだ。仕方ないとはいえ一部で亡くなった4パパの後しばらく不在期間があって5就任なんで、どういう経緯なのかは気になる。ボルトの時代でも風影やってるのすごいよな。火影になったナルトとの写真飾ってあるの好き。
ガーラが連れ去られた時はさっさと次の風影決めようとしてたのに不在期間あるのはどういうことなんだろうな。風影候補の宮根弟が若いから成長待ってたとか。少年が良かったとはいえ精神の成長速度も突き抜けてた。相変わらず不眠でばっかかってるのにあそこまで精神安定させて風影になるんだからすげえよ。風影の名前知っとけよとは思うが、まあそこは漫画だからしゃあないかな。まさなおかげ、しかも財政難かつ国土も貧弱な砂野なんて罰ゲームもいいところだから誰もやりたくない気持ちはわかる。暫定5代目が断層みたくやらかして除名とかだと救いがない。あそこまで加工ありきれるというか飲み込めるのはすげえよ。4代目が盛大にやらかした後だしな。というか砂はこの白寿司の後からよく持ち直せたなと思うわ。見慣れてきた成果に合うよ。自分を殺そうとした親に向かって理解を示しも恨んでいないと言えるのは人ができすぎている。皆さんはガーラと森鶴のやりとりを見て衝撃的なマミに気づいたについてどう思いましたか。皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。